のやってみかにしてです。今回はこれフーディーズさんの魚市地区。何の略ですか？分かんない。あ、インチクかな。インチク、うん、だいたいフーディーズの魚市なんとかってつくじゃないですか。あ、はい、何のインチクってことじゃない。あ、どうなっちゃったこれ。なんかタコの足みたいな。ピントが合わん。あった。すごいっすよね。なんかジグとワームが合体したみたいな。不思議な。すごい、今までにない感じ。なんか釣れるっていう噂の。これを使って今日は何が釣れるか。とりあえずこれでちょっとやってみます。はい。なんかビーズ、あ、ワームか。そう、ビーズみたい。これで見て柔らかい状態になっちゃって、このタコ足みたいな。これ変えれるんですか、ここは。あ、わかんない。あ、変えれるんじゃないですかね、うん、あのフグとかやられたらマジヤバいっすよね。あ、確かに。金丸さん系のやつはなんかティンセールフック別売りとか結構あるっすよ。いいか。また入ってきた。動き面白すぎやろ。アウストラロピテクスやろ。ピテクスシュン。ピテシュン。ジャワシュンかもしれない。アイジ系みたいな感じか。微妙に動いてるのかな、もしかしたら。うん、多分。あ、これ。あ、なんかやっぱタコ足みたいのが。ああ、ひら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 。良さそうやね。うん。釣れそう。なんかアクションも柔らかめ。うん、ナチュラルな感じ。ちょっとそっちの金魚どもに。金魚ども反応見ますか。表層から。シェイクした方がいいかもしれんな。動かす感じで。お、お、見てる。お、見とったっすよね。今見とった。明らかに違う反応やった今。やばい、金魚がめっちゃ音に反応して向かっていきよる。あ、やばい、来た来た来た。わ、やばい。あ、猛攻受けよる。うわ、食った。わ、食った。おお。金魚。あ、あ、外れた。両方兼ね備えとる感じですもんね。確かに見た目、うん、ジグとマイクロジグとワームと、ね、意外とちょっと警戒するんですよね。なんで大きい剣かな、サイズ。どうかな。ちょっと下まで沈めてみよう。これ長かったら終了。レビュー終了。サナマキでも良さそうなんだけど、インチクってやつをどうやって使うかっていうのがよくわからんし、ね、確かに。あ、フグだ。初見ではめっちゃ反応したっすもん。でも最初良かったっすよね、うん、あんな見ることなかったね。食いそうな勢いあったけどね。ですね、見よったっすね。よく見た末やめたみたいな、うん。お、来た。お、金魚。あ、ベラーだ。はい、記念するインチク1本目。ベラ、ベラ。ヤンキーのタバコ吸いみたいな。ベラか、多いな、今日ベラ。ベラ多いっすね。うん、ナイス。どうす。一応ちょっと使ってみての、まあ使い方がちょっとよくわからんかったけど、なんか小刻みにシェイクした方が反応が良かったような気がします。確かに。うん、ちょっとね、どういうシチュエーションで使えるかをちょっとリサーチ不足だった。なんかジグタンみたいに使えるかなと思ったけど、そういう感じではないのかなっていうのと、夜とかはいいかも。あー、確かに、うん、あと遠投できそうですよね、これなんか、うん、飛距離は結構 1.5g だけど、これ結構飛ぶ、うん、
1.5 以上ありそうな、うん、釣れるのは早かったかもしれない。早かったっすね、うん、最初は良かったっすよね。守備力やばかったです、うん、俺は使い込んで使い方が分かれば新しい、うん、なんかなんだろう引き出し引き出しみたいなねになるかもしれない、うん、新たな選択肢のルーディーズ多いっすよねこういうの、うん、確かにちっちゃいメタルとかちっちゃいバイブとかね、うんうん、まあこれで、まあ、今後動画に出るか出ないか分かんないけど、うんうんまあ、でも使い方次第じゃめっちゃ釣れそうでしたよ ね、 そうすね。メバルも日中だけど、うん、反応めっちゃ良かったっけ。もっと軽いのとか色が違ったらまた違うのかもしれんし。確かにそうっすね。まあそんな感じです。探りながら、うん、ちょいちょい使ってみようかな。よしそんな感じです。はい、はい、魚子乳首魚子乳首ルーディーズ魚子乳首興味ある方はぜひお願いします。はい。